はい、ゼイチネンです。今回はですね、首里城を分かりやすくガイドしながらね、散歩していきましょうね。で、首里城っていうとね、多分みんな一回は行ったことあるとか、まあ次のね、沖縄旅行だったら絶対行ってみたいやつだっていうのね、人気の観光スポットだと思うんですけれども、まあただね、じゃあ首里城行って何見たらいいのとかね、あとまあこれ知ってたらより楽しめるよとかっていうのってあんまりみんな知らないと思うんですね。なので、この動画ではね、まず最初に3つのポイントっていうのをね、お伝えして、で、実際にね、皆さんが行った時にはその3つのポイントをね、注目して観光してもらえればなと思います。はい、じゃあ早速なんですけど、3つのポイントのうち1つ目なんですけれども、琉球独特の文化ですね。で、これはまあ、当時ね、日本っていうのはまあ江戸時代で、まあ、鎖国してたりとかしてたんですけども、まあ、琉球っていうのはね、国家としてね、ちゃんと主に中国だったりとか東南アジアと交流がありました。なので世界中からの文化っていうのがどんどん入ってきてね、で、琉球独自のね、文化っていうのが発展していってます。で、それがちゃんと首里城にね、反映されてます。まあ作りだったり色だったりね、それをぜひ見てほしいなっていうのが1個目で、2つ目のポイントっていうのが信仰の文化です。まあ宗教のことですね。で、これも琉球独特の文化の信仰の文化っていうのがあって、まずね、女性が宗教ごとはやるよっていうのと、さらにはね、国家としてね、国としてこの宗教をちゃんと組織化したっていうところがあります。で、これもちゃんと首里城にね、反映されていて、まあ場所だったりとか、男子禁制とかね、そういった風になってるので、ぜひこれも見てほしいなと思います。はい、で、3つ目のポイントですね。これがまあ意外かもしれないんですけれども、石の文化です。石膏技術ですね。で、沖縄っていうのはね、まあ下、地盤がね、琉球石灰岩っていうものでできます。これは結構柔らかくてね、加工しやすいんですね。なので、それを琉球王国時代もいっぱいのところにね、首里城だったりとか道だったりにいっぱい使ってます。で、これ、この4、500年前にこんなに加工できたのっていうぐらいのね、石膏技術なので、ぜひこれもね、ポイントとして見てほしいなと思ってます。はい。で、この3つのね、ポイントっていうのを、まあ、押さえて観光してもらえればなとは思うんですけれども、首里城ってね、世界遺産登録されてますよね。で、世界遺産っていうのはユネスコによるとね、地球の生成と人類の歴史によって生み出され、過去から現在と引き継がれてきたかけがえのない宝物っていうように表記されてるんですね。だから、世界中の宝物だよっていうものに、今回のね、3つのポイントが認められて世界遺産登録されてるんですよ。で、これっていうのはやっぱりまあ日本ではね、もちろん全然文化が違うんで、日本の他のところでは見れないですし、あと世界の中でもね、首里城の中のこの文化だったり、信仰の文化だったり、あとまあ石の技術ですね、こういったの見れないのでね、ぜひこの3つのポイントを押さえて、実際に来た時には観光してもらえればなと思います。この動画見ていただければね、倍楽しめますのでね。はい。じゃあ、早速ね、散歩しながらガイドしていきましょう。はい。ではね、今から上の方の正殿の方に散歩しながら登っていくんですけども、まあ今見えてるところの地下がね、駐車場になっていて、ここから上がってきて、入り口に入っていくんですが、まあ、どんどんね、上の方に上がっていくと、正殿っていうところになります。で、ここからは有料なんですね、有料エリア。で、今回に関しては無料のエリアを散歩してまいります。なので、今回のガイドでもし興味持ってもらったらね、ぜひ有料の正殿の方入ってほしいなと思います。まあ今はね、ちょっと火災の後でね、まあ、片付けだったり再建の準備してるんですけれども、まあ、再建までの道のりが見えたりとか、あとまあもちろんね、完成した時はぜひね、中に入って、もっと貴重なものっていっぱいありますから、見てほしいなと思いますね。はい。で、今見えてるところが主礼の門です。これはまあ、道幅っていうのがね、もう当時と同じものになっていて、ここから入っていくんですけど、まあ、県外のね、日本の城でいうと大手門って、まあ、一番表の門になりますね。で、ここね、うちなんちゅうでね、結構面白いのが、通常だとさっきあった琉球石灰岩ですね、を地面に敷き詰めて道路作ってたんですけど、ここまでのね、主礼の門までの道のりっていうのは、香りの出るね、素材を使ったものを敷き詰めてたらしいんですよ。なので、歩いてくるとね、おもてなしの門の主礼の門見るときに香りが来てね、優雅な気持ちでね、この、もうくぐっていったっていう形でね、それで正殿の方に上がっていったっていう、なんか粋なね、おもてなしをするうちの人たちだったんだなっていうのをね、思いますよね。はい。で、まあ、ここから下っていくと、左手の方にね、ソロヒャンウタキ石門っていうね、世界遺産に登録されたものなんです。で、実はね、世界遺産ってね、首里城だけ単体でなってるわけじゃなくて、9つの関連群っていうものでなってるんですよ。さっきあったように文化とか信仰文化とか石の技術とかっていうのは9つ全部合わせて文化だよね、信仰文化だよね、石 の技術すごいねってことね、琉球王国っていうのがあったってことで世界遺産登録されてるので9つあるんですよ。で、首里城には2つあって、首里城とこのソノヒャンウタキです。で、このソノヒャンウタキっていうのは何かっていうと、2番目、ポイント2番目の
信仰の文化のこう聖地になっているということです。で、さっきも組織化されてるって言いましたけど、トップにいる人が貴公大君っていう風な名前の役職で、これが国王から任命されるんですけど、この任命の時もここでやったってことでね、すごい聖地になってます。で、何が聖地かっていうとね、普通県外とか、まあ世界でもそうですけど、聖地っていうとすごいね、なんかまあ建物とかもすごいってなってるんですけど、これは石門っていうくらいの門です。で、どういう意味かっていうとね、後ろにあるこの木だったりとか森ね、石、岩とかに入るもんなんですよ。だから後ろの方が聖地って考えられてるんですね。だから もともと昔のね、琉球っていうのは木々だったりとか岩にね、神様が降りてくるって考えられてたので、ここの門にね、みんな手を合わせるわけですよ。まあ、例えばですけども、国王が出て行ってどこかに出かけるときは安全に行けますようにっていう形でお祈りしたりとか、そういう形で神様にお祈りしてたってことなので、ここが聖地になってるんですね。はい。で、まあ、もちろんね、今見てもらったように石の技術もすごいってことで、それも評価されてます。はい。で、これを通っていくと次がね、一番最初、まあ、城壁のある開会門っていう、まあ、ウェルカムゲートですね。一番最初の門ってことです。城壁のある門ね、さっきの門ってのは、まあ、庭みたいなもんですよ ね。で、ここ、まあ、見てもらったら分かるんですけども、これポイント3のね、石の技術すごいですよね。これだから 400-500 年前にカーブしてね、アーチ状に作ってるっていうことがすごいんですよ。はい。で、後からも見えてくるんですけれども、琉球石灰岩ってまあ柔らかいんでね、こういう加工ができたんですけど、その技術っていうのはやっぱ当時からもすごくて、城壁になるものをこれ積んでからね、もちろんアーチ状にしてるってことすごいことじゃないですか。だからそういうことができてたっていうのはね、まずポイントだと思いますね。はい。まあ、こういうふうにね、上がっていく途中だよっていうのが見えてるんですけど、はい。で、ここから、まあ、入っていくんですけど、ここはね、実は、もう一個、次にね、門が出てくるんですが、その時の門っていうのが、まあ、随仙門っていう門、呼ばれる門なんですけど、内側にあるのに、こっちの手前のこの開館門の方が後にできてるんですよ。で、なんでかっていうとね、まあ、その当時ね、倭寇っていうね、まあ、海賊ですね、が、沖縄で、まあ、貿易盛んだったんで、いっぱい入ってきてから、海賊が。だもう首里城まで攻め込まれるかもしれないってことで、新たにね、二重の門にするためにこの門を作ってるんですね。うん、後からできた門なんですよ。だから中の門よりも技術的にね、このまあこのアーチ状になってるとかっていうのは、やっぱり技術的に発展してる時に作ってるんで、中のものよりも技術は最新の技術使われてるんですね。こうやってアーチ状になってるんですよ。この、まあ、このね、銅像の石っていうのは中国から買ってきたみたいです。はい。これデジ硬いしね。で、中国とのやっぱやり取りが多かったんでね、それを取り入れてるとか、これも文化ですよね、やっぱりね。竜だったりとか、こういうね、ちょっとまあ、なんていうんですかね、竜っぽいですよ、シーサーっぽいようなものっていうのは、中国だったりとか、東南アジアから入ってきてるっていうのがよく言われてるんですけども、これもその一つですね。で、それが開館門、まあ、ウェルカムゲートのところに入って、置かれてるっていうことですね。こんなやつね、でもね、この門とかもね、アーチ状にしてるって、ほんとすごい技術だなと思いますよね。さっきも見てもらったんですけど、やっぱ琉球石灰岩っていうのは柔らかくて削りやすいんでしょうね。ヤスリとかでも削れるっていうぐらいですからね。で、ここからさっきあった随仙門に入っていきます。もともとあった門ですね、ここからね。より古い門になります。で、ここはもう有名ですよね。ケツメイシのジャケットのところですよ、ここは。うん、ここでいつもジャケットを取ってたっていうところがあるんですけれども、ここは一般のね、人たちでも結構写真撮ってる人が多いです。今写ってるこの左側のところで、首里城をバックにしながら写すとかっていうことは多いですね。うん、この今のところですね。で、ここも二重になってるんですけど、このカーブになっている作りになってるので、これがね、すごい特徴的なお城の作りになってますね。はい。まあ、見えてるところがビューポイントです。はい。で、ここから随仙門っていうところに階段を上って上がっていくんですけれども、ここが随仙っていうのの意味がね、めでたい泉っていう意味なんですよ。で、これなんでかっていうと、ここね、右側の方に今から見えてきますけど、湧き水が出てるんですね。で、首里ってね、首里城の周りって結構珍しくて、高台にもかかわらずね、結構ね、湧き水が出るんですよ。で、その中でもここのこの随仙門の下にある湧き水っていうのは泥浄石ってことでね、王様も飲んだし、で、あとはまあ札幌市
で、あと中国から来る死者の人たちも飲んでたと。で、ここのこのね、流皮っていうね、このね、口から出てるじゃないですか、これ。これが出てるんですけども、これをね、沖縄のこの琉球の人がね、中国っていうか買ってきた時に、王様に見せたらね、これどこで使うわみたいな感じでわじられたみたいなんですよ。なんですけど、じゃあちょっと湧き水が出てるところで使おうやつさってなったら、今度はね、中国から来た人がね、あ、これデイジオートさってなんだ、飲んでみようって飲んだら、すごい美味しいってことでね。まあ結局ね、後々にはこう買ってきた人デイジ褒められて、で、墓までもらったっていうくらいね、なんか逸話があるみたいなんですけど、そういう中国から買ってきたこの口をねつけてると。でさっきあったら札幌市っていう人たちが、まあ、港でね、那覇の今でいう泊まりとかあの辺に泊まってる時にはそこにね毎朝ねこっから汲んでから持っていったぐらいね美味しいって言われてたらしいです。でやっぱ琉球石灰岩が地盤になってるんでなんか香水らしいんですよね。だから甘く感じたんじゃないかって言ってね、それで美味しいって言われたお水です。みんな飲んでてもいいですね。で、首里はね、お水が美味しいっていうことでもね、有名なんでね、湧き水が出るというところです。あとね、瑞泉の、まあ、お酒の瑞泉酒造ってありますね。それはここの瑞泉から取ったって言われてますね。はい。首里三家の一つですよね。はい。牢獄門っていうところになるんですよ。で、牢獄っていうのは何かっていうと、中国のね、言葉とかで、昔の言葉でね、水時計っていう意味らしいです。で、まあ、水時計がね、この中にあったよってことでね、そういうものになってるんですけれども、これが、韓国のね、なんか文書か何かで出てきてて、もともと実際あったかどうかわからなかったんですけど、そういう文書がね、出てきて、ここにあったんだってことが分かったっていうことで、まあ、簡単に言うと、ボト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 って水が垂れるじゃないですか。この垂れるので時間計ってて、でもう一個上にあるね、日時計、太陽のね、日時計と調整してからね、で時間を計ってて、でここで首里城内で働いてる人たちに、ね、太鼓鳴らしたりとかしてから、まあ、ご飯とかね、あと仕事終わりよとか始まりよって何時だよって知らせてたっていうのがここになります。抜けてくるとね、小さな広場になってます。で、ここの左側の方のこの小屋にね、バンコク神廟の鐘っていうのがあるんですけれども、ここにね、素晴らしい文章が刻まれてるんですが、琉球は南の海の恵まれた場所にあり、朝鮮から優れたところを取り入れ、中国や日本とも大変親しく付き合っている。この日中両国の間にある蓬莱の島、まあ、仙人の住む理想郷っていう、ような意味なんですけど、のような琉球は船を持ってバンコクの架け橋となり、ま、珍しい宝は国内の至る所に溢れているっていうふうに書かれていて、まあね、大交易時代のね、象徴とも言えるようなね、文章が書かれてるんですよね。で、ここでね、結構ね、言われるのは、まあ、なんか昔のね、そういう、まあ、王国だったりとかしたら、まあ、すごいだろうみたいな感じで、自分たちの国が一番だみたいな形で書かれるっていうのがあるんですけど、ちょっとね、琉球の場合は控えめで、ワッタンは、いろんなところのね、世界とのハブになってるよっていうような形の書かれ方をしてるんですよね。そこがちょっとね、なんかうちのっぽいなって思ったところですね。はい。やっぱりね、すごいアジアのハブになってたっていうのがわかるような、文章ですよね。で、今ね、見ていただいているところもそうなんですけども、下の方のね、アーチ状になってる作りだったりというのは、やっぱりさっきの、ね、ポイント3のね、石の石膏の技術でね、成り立ってるなっていうのがよくここでは見えます。で、首里城の作りっていうのはね、結構よく似たものっていうのがね、アジアにいっぱいあります。なので、どちらかっていうと、日本の影響を強く受けたっていうよりは、やっぱりね、
琉球っていうのはアジアの国々とのね、まあやっぱこうっていうんですかね、やっぱりね、あの色の文化が取り入れられてるなっていうのがね、やっぱ至るところでわかりますよね、うん。で、こういう赤だったりとかっていうの象徴的ですけどね、やっぱ中国ではやっぱり使われますし、ちょっとね、日本ではなかなか見られないようなお城、まあここが首里城のあのお城ですけども、が見れるなっていうことですね。ここからはですね、首里城のへそあたり、まあ、真ん中あたりのところにね入ってくるんですけども、ここでね有料区域の正殿が出てきます。まあ、あの有料区域に入るためにはね券売所でチケット買ったら、でそれで中に入っていくんですけれども、正殿でね何を行われてたかっていうとね、まずは式典ですよね、うん。何かあのお祝い事だったりとかっていうのは、ここのうなっていうね広場でね式典が行われたと。まあ、あの沖縄全土からねいっぱい人が、まあ、偉い人たちが集まってきてやったと。で、あともう一つはまあ政治をやっていたっていうところと、あと国王が暮らしてたわけですよね。だから国王の暮らしをしていた。で、それを支える女性たちがいて、その人たちもここの中にいたという形の正殿になります。だから、ここのね、正殿の、あの、ポイント、見どころっていうのは、まずこのうなってね、呼ばれるこの式典の場所ですよね。ここでどんなのが行われてたのかなとか、まあ中国の偉い人が来たりとか、旧暦の正月とかすごい大々的に式典してたんで、そういったものをね、見やってたのかなっていうのを見たりとか、あとは もちろんね、正殿のね、構えですよね、建物です。この建築物っていうのはすごいものなので、ぜひね、これは見てほしいなと思います。やっぱりもう日本では見られないし、中国とか、この東南アジアからの影響を受けた建物の、まあ、このすごい、まあ、総集編みたいな、集合体みたいなものなんでね、ぜひそれを見てほしいなっていうのが一つと、あとは、まあ国王の暮らしですよね。貴重品だったりとか、どんな暮らししてたのかなとかっていうのを見たりとか、あと女性の方々、まあ先ほどもあったんですけど、宗教のね、あのやられてるので、そういったところの暮らしぶりだったりとか、そういうのを見てほしいなと思いますね。ぜひ有料区域見てくださいね。はい。で、まあ今見えてるところっていうのが、あの、おへそに当たるところの真ん中じゃないかっていうところで、これも御嶽って言ってね、お祈りするところ。一番最初の方にあった世界遺産にあるね、その日は御嶽石井門っていうところがありましたね。それと一緒のような作りになってると思うんですけど、見ていただくと裏側ね、裏側はやっぱガジュマルがあって木々になってて岩になってます。やっぱりここも神様が降りてくる場所っていうことでね、みんな御嶽してたんですが、今ね向かっているところっていうのが、あの京の内って言ってね、男子禁制の女性だけしか入れない、まあ祈り事をやるところだったよ。なのでそこでは女性が、今日のうちでは女性がって、今見えてたところっていうのは男性がねお祈りしてたって言われています。はい、そんなところですね。ここからね、あの京の内っていうね、先ほどあった男子禁制の女性だけがね、あの入れる場所に行くんですけども、その途中にね、こういったちょっとした広場があります。ここもね、うなって呼ばれてるんですけれども、これだけね、立派な広場があるんですけれども、ここね、何に使われてたか分かってないんですよ。うん。で、多分ね、まあここの裏手の方の京の内は女性だけしか入れない、まあお祈り事、まあ宗教事やってたんで、ここもそうだろうと言われてはいるんですけれども、なんであるのか分からないっていうところでね、まあちょっとあの不思議な場所ではあるんですが、今からね下の方ちょっと見るんですけども、なんでね絶対宗教ごとやってたんじゃないかって言われてるのが、今見えてるところの手前の部分っていうところの石っていうのは普通の琉球石灰岩を使ってるんですが、もう一個ねこの段差のある奥のところっていうのが、まあ、見えてるところですね。ここにねサンゴが散りばめられてたんですよ。なので、まあ、琉球ではね、サンゴっていうのは、浄化するっていう意味があって、まあ、例えば霊的なものだったりとか、まあ、だったりとかね、そういう宗教の時に浄化する時にはサンゴを巻くっていうのがあったので、多分ここは何かしらの宗教事をやられてたところだろうって言われています。うん。ちょっと神秘的なところですね。はい。なので、ここからまたすぐ裏手の方の京の内に行って、その後に西麻布っていうね、展望台のところに流れていきましょうね。ここね、くぐっていくと京の内に入っていきます。
まあ、京の内っていうのはすごい神秘的なところで、あの女性がね宗教ごとするときに、まあ、組織になってたってあの伝えたんですけど、トップのね聞こえ大君っていう方、まあ、この方っていうのは国王から任命された、まあ、妹さんなんですけど、この方があの中心になって組織を組んでるんですが、その人たちがねあの唯一女性たちが入れるところ でここでねいっぱいお祈りをしてたと言われてます。でここにも一つ聖地があるんですけどね。でここはまあ今復元はどんどんされてってるんですけども、もっと森だったと。でどんなものがね草で生えてたとかっていうのが、あの木だったりとかっていうのはねやっぱり書かれてない、わからないんですよ。なんですけれども、米軍の時に写真撮られて、米軍の人が写真撮ったのとかを元にね今作っていると、あの木をね生やして作っているっていう状態だというところですね、ここはね。はい、でここのね高台になっているところもすごい景色ですよね。あの今ね見えてるところもう毛玉のところまで見えて、まあ、那覇一帯ねが全部見えて、今見えてるところらへんっていうのが、まあ、昔のね当時のとこだとあの浮島って呼ばれてて、あの那覇のね一番栄えてるあの港町だったんですね。でそこが見渡せたりとかで、反対側の方にね一つあの沖縄ではもう一番ね神秘的な島って言われてるか、あの久高島が見えます。なのでここからね、あの聞こえ海とか、まあ、こういう神女の人たちっていうのはあの神様の島って呼ばれている久高島をに向かってねお祈りしてたと言われていますね。であとはね、まあ、あの年にね何回かね、あの国王が久高島に行く時もここでお祈りをしてたというような場所になりますね、うん。まあ、いろんなところが見渡せるんですよ、ここが一番ね。あので遊びにねあの観光に来る時もここはすごい景色がいいですし、まあ、おすすめはねやっぱりまあ夕日ですね。あとはあのまあ快晴のね時のちょっと今回はね雲が多いですけれども、まあ、快晴で雲一つない空の時っていうのはすごい綺麗に映るので、ぜひねあのここはあの展望台として見に行ってほしいなと、那覇の街をね見に行ってほしいなと思います。はい、で今ね下の方に見えているところ、これいっぱい木がね草木が出てますけども、ここが聖地だと言われていた。でここにね神様が降りてくるんで、ここに向かってねみんながあの拝みって言ってねお祈りしてたと言われているところですね。でね、ここからはね歩いていってどん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 、まあ、下っていくんですけれども、一応基本的には、まあ、このここが、まあ、あの京の内っていうところが、まあ、一番大きなところで、まあ、これ見るとねやっぱ女性の力だったりとかパワー、まあ、その時の、ね、権力っていうんですかね、あの、まあ、大切さみたいなのがねすごい分かると思います。すごい広いところなんですよ。でここには女性しか入れないよと、政治的なところは男性がやるけれども宗教的なところ、で特にねあの国王の、まあ、妹さんがあのこの聞こえ海っていう、まあ、組織トップになってたっていう話したんですけど、家族のうちの、 あの兄弟でね男性の、 あの、まあ、お兄ちゃんの弟でもいいんですけど、男性を女性の兄弟が支えるっていうのがね琉球の文化なんですね。なので、まあ、こういう風にねみんながあの女性がね男性が政治とかやってるものを祈りで支えるみたいな形になってたいうのが、あの、この信仰の文化ですね。でちょっとね琉球の話をねあのしようと思うんですけれども、
これだけね、いろんなところとの外交がね、よくできてたっていうのって結構不思議に思いませんから、みんなね。やっぱりこれだけ小さい島で、もうね、どこに侵略されてもいいんじゃないかって思うような島なんですけれども、一つね、一個書かれているのが、中国にね、大変気に入られてたみたいなんですよ。で、日本もね、しょっちゅう行ってたんですけれども、日本とか他の国々とかではね、もう10年に1回しかね、礼拝しちゃダメよっていう形でね、中国の王様が言ってたんですけど、琉球だけはね、何回来てもいいよっていう風に言われてて、かなり優遇されてたので、持ち帰るものとかね、この港に入ってくるルートとかも、ね、自由でね、なぜかね、琉球だけはね、電子可愛がられてたらしいんですよ。うん、まあなんでかとかっていうのはね、いろいろ諸説あるんですけれども、これはね、やっぱり明確なことわからないんですが、まあ例えばね、一番最初の時にね、国王がいっぱいね、親戚もいっぱい連れてきてから、しかも馬もね、いっぱい送って、でね、よろしくお願いしますっていう形でね、まあ琉球からした中国っても大国ですから、でそこに行ってからお願いしに行ったりとかね、したとか、まあ、あとはやっぱりこっち来た時にもね、いっぱいおもてなしをしてから楽しく返してあげたっていうのがね、言われてたりとかもするんですけども、まあ何がね、本当かわからないんですが、中国に気に入られてたんで、東南アジアとか日本とかともうまくやり取りできるような、そんな島、国だったんですね。今からね、ここからまた下の方に降りていくんです。右手の方は正殿です。琉球の、首里城の正殿ですね。で、左手の方に降りていきます。これからね。で、そうすると一周回ったというような形になるんですけれども、まあ、ちょっとね、ここで、ね、琉球の文化っていうもので、ちょっと面白い話があるので、話したいなと思うんですけれども、このね、正殿の中でね、いろいろまあもちろん儀式やったりとか、まあ、祭典やったりとかね、あともう政治をやってたっていうんですけれども、その当時ね、江戸時代とか、まあもうちょっと前とかもそうなんですけれども、みんなね、日本ではね、ずっとね、こういうまあお城とかでは武士の人たちが戦いに備えてね、刀とか振ってから鍛えてたわけですよ。だけど琉球っていうのは基本的に外敵、まあ外敵、海賊はいますけれども、倭寇っていう海賊はね、だけど国内にはそんなにいないわけじゃないですか。だからこの聖殿の中とかでもね、あんまりね、修行とかしてるわけじゃなかったらしいんですよ。じゃあ何やってたかってことなんですけれども、それがね、一番面白いところで、この琉球の人たちの当時ね、まあ大体琉球もちょっと500年ぐらいありますけども、その正殿の中でじゃあ何やってたかっていうと、おもてなしするために芸事をやってたみたいなんですよ。まあやっぱり外交が一番メインなので、いかにね、気持ちよく帰ってもらうか。でいかにこの琉球来たら楽しかったやつさってなるかってことで、そういう意味でも琉球文化って面白いとこいっぱいあるんですよね。例えば芸能で組踊りだったりとか、これ楽しませるための芸事をずっと練習してたりとかね。あとはまあ青森もそうですよね。青森でお酒飲んでもらって楽しくなってもらうために、青森をね、国王がこれ絶対みんなでね、ちゃんと作ろうってことで、首里にね、いっぱい集めて酒造会社で上等な青森を作って、来た人たちに、特に中国から来た人たちにおもてなしで振る舞うとかね。あとは豚も今すごい有名、沖縄ではね、もう豚のね、鳴き声以外全部食べるっていうぐらいになってますけど、その元々っていうのは中国で豚が流行ってたよっていうことだったんで、豚のね、こっち飼育してからで豚料理いっぱい出そうやつさっていう形でやったりとかで、やっぱおもてなしの精神っていうのがこの琉球の文化になってるんですよね。はい。だから、剣とかね、暴力、こういうのやるんじゃなくて、武士的なことやるんじゃなくて、芸事やってたっていうね、そういう面白いエピソードなんです。今にも通じますよね、なんかね。で今ね、見えてきてるところ、今いるところっていうのが、まあもう外に出たところになるんですけれども、ここはね、まあちょっとね、まあ僕たちの年代だとエピソードではあるんですけども、まあライトアップされるんですよ、首里城ってね。で、それで、この今いるところにね、ベンチがあってね、ここが、ちょっとしたスポットになってたんですよ。まあデートスポットだったりとか、友達と遊びに行くスポットだったりになっていて、ここからのもちろん景色が綺麗、夜景が綺麗ってことでね、ここにベンチがあって、もう一個ね、本当は裏側にも、もう一個奥側にもあるんですよ。ここにね、よく集まってました。で、先にね、
行ってね、まあ行ったらね、先にいる人たちがいてね、ちょっと手前の方で待ってたりとかね、そういうことがあったなっていうのもね、よくあるので、まあ、夜ね行ってみたらね、まだ今の若い人たちももしかしたらいるかもしれないですね。はい、今からね、もう最後下の方に降りていって、一番最初に出てきたところ、これ下駐車場だよって言ったところの広場に入っていく、建物に入っていくんですけど、今見えているのがね、琉球大学の跡地っていうのが、あります。で、ここね、もともとなんですけれども、首里城があって、で、薩摩に侵略されて、日本になりますよね。で、その後に戦争が起きます。で、その時に、空襲でね、首里城っていうのは、まあ、全部燃えちゃいます。で、その跡地っていうのの時には、日本にね、戦後復帰した時に、琉球大学作ろうってことで、国立大学ですね、をここに作ったんですよ。もともとね。で、作ったんですけど、やっぱ県民の人たちもそうですしね、みんなね、首里城熊にあったから、ぜひね、もう一回作ってほしいやっさーって言ってね、まあ、ずっとね、お願い、政府にお願いしたりとかしてたんですよ。で、やっとね、ここからじゃあ、まあ、西原、今あるところに移そうってなって、じゃあ移しましょうってなった時に、工事してる時にね、その時に、下からね、もともと一番最初の時にあった、首里城の、ものが出てきたんですよ。首里城跡のものがね、埋まってたんですね。だからその掘り当てて、あ、これ首里城の一番最初のやしってことになって遺跡が出てきたんで、これが世界遺産になってるんですね。だからこの琉球大学降参かったら、もしかしたらずっとわからないままだったかもしれないっていうね。そういうなので、あそこに、まあ一応もともとは琉球大学だったよってことになります。はい。で、今ね、もう最後の方に来てます。すごい大きなガジュマルでね、ここはまあお土産屋さんとかが売られてるんですけども、まあ、ここで大体みんなお土産買って帰るというような形なんですが、食堂とか行って、はい、まあ、今回いかがだったでしょうかね。まあ、首里城ね、やっぱりみんな何を見たらいいのかなとか、何知ってたら面白いのかなっていうのあると思うんですけども、やっぱり全然違うのがね、日本では絶対に見られないような建物だったりとか、文化だったり、信仰の文化だったりとか、あと石の文化見れます。これは世界でもそうです。なのでインバウンドが大事、多いし、世界で見ても稀な、まあ、こういう文化っていうのはないんですよね。なのでそれが唯一無二のものなので、世界遺産にも登録されているし、これだけの人たちが集まってるっていうことなので、ぜひね、首里城有料区域っていうのはもっとね、まあうなってってね、先ほどもありましたけれども、すごい式典が行われたとか、うちのアンチのこのおもてなしの精神っていうのがね、脈々とつながってますけれども、このおもてなし精神がね、より一番見れる、買い物見れると思いますので、ぜひね、首里城の無料区域一回は行ってほしいですし、あとね、興味があればぜひ正殿の方も見ていただきたいなと思います。はい、じゃあ今回はこれで以上になります。首里城だったりとか琉球王朝のね、他の動画いっぱい出していきますので、ぜひそれも見てみてくださいね。はい。